どうしていつも私ばかり、どうして俺だけこんなに頑張っているんだ。誰しも一度は聞いたり口に出したりしたことがあるんじゃない。平等は決していいことばかりではないけれど、不平等は人間関係に大きな亀裂を入れる。夫婦、友人、兄弟、どんな関係であれ、不平等は人間関係と一番頑張っている人の感情を壊してしまう。関心、思いやり、同情。なんか最近臭いね。そうだな、掃除しなくちゃな。そしてそれらを失った時、そこに待っているのは何だろう。ヒロヒロ探偵団これはひどい。死亡推定時刻はこの時点では情報不足ですね。完全に腐敗や白骨化が進んでいますから。腐敗した状態で見つかったのは2017年の5月だった。私が姉のキミコを発見して電話をしたけれど、いつ死んだのかはわからない。でも正直私は姉に対して興味そのものを失っていた。関心も同情も当然尊敬も。でもね、そう言われてこっちもはいそうですかで納得できないんだよね。でもそうなんです。姉はずっと自室に引きこもっていて、私も兄も2年以上姉の姿を見ていませんでしたから。姉は自由な人でしたから、ずっとどこか出かけているのかと思っていたんです。仲が悪かったのかと聞かれるとよくわからない。だけどきっと仲が悪くなったという簡単な言葉で片付けられるようなものではなかったはずだ。でも最初から不平等だったわけじゃない。もともと私たちはすごく仲のいい家族。両親と兄の明夫、姉のキミコ、そして私の5人家族。おいお前たち、お得意さんが大福をくれたからみんなで食べよう。両親は活版印刷の円盤を製造する仕事をしていて、すごく私たちを可愛がってくる。今日はどこに行こうか、少し遠くまで行ってみるか。やったー、私お風呂屋さん行きたい。休日はドライブに連れて行ってくれたり、本当に幸せだった。そんな私たちは大人になり、姉は農家に嫁いだ。猫5匹くらいと住んでいたらしい。そして兄はそのタイミングで一人暮らしを始めて、私は歯科医院で働くことになった。やっぱりみんながいないと寂しいわね。そうだね、私はお母さんが寂しがるから実家に残ったんだけど、兄と姉が実家を出てしばらくは両親と私の3人暮らしだったけど、お父さんが亡くなってからはお母さんとの2人暮らし。家を出ようかとも思ったけれど、お母さんがかわいそうで一緒に住むしかなかった。そしてお父さんがいなくなったことをきっかけに、私たちの平穏な生活は崩壊の一途をたどっていくことになるのだ。ただいま。どうしたのお姉ちゃん。どうしたの。ちょっとなんで、何があったの。姉のキミコが実家に帰ってきた。夫と離婚したのだという。あまりに突然のことで驚いたけれど、お母さんはお父さんが死んだことでよほど寂しかったのか、どこか嬉しそうだった。ただいま。これでみんな揃ったわね。きっとお父さんも喜んでるわよ。お父さん以外みんなまたこの世に戻ってきた。姉が戻ってきてからすぐ兄も実家に帰ってきた。兄は仕事を辞めて実家に帰ってきたものの、理由を話そうとしなかったから、きっとよほどのことがあったのだろう。私はこの時また楽しく過ごせたらいいな、そう思っていた。結局これは叶うことはなかったのだけれど。ねえ、そろそろ働きに出ましょう。難しいなら短時間でもいいから。まあ探しておくよ。お兄ちゃんずっとそう言って探してないじゃない。ねえお姉ちゃんもさ、仕事探そうよ。いろいろあったんだろうけど、生きるだけでお金がかかるんだよ。分かってるよ、うるさいな。実家に帰ってきた兄も姉も働こうとはしなかった。お父さんがいた頃は両親の収入で暮らせていた。だけど今は違う。お父さんがいない今、お母さんと私の収入だけで生きていくしかなかった。だけどお母さん、お母さん。母もいい年ということもあり、病気であっという間にお父さんの元へ行ってしまった。残ったのは兄と姉と私だけ。お母さんがいなくなった今、生活はかなり厳しくなる。だからきっと兄も姉も働いてくれるだろう、そう思っていた。だけどそれでも二人とも働こうとはしなかった。ただいま。おかえり。ってちょっとチャンネル変えるよ。私この女優嫌いだから。野球中継くらいしかやってねえだろ。人が死に物狂いで働いてるのに何様なの。人に働かせてその金でぐうたら生活をしている二人。両親は年上は敬うものだと言っていたけれど、もはや殺意しか湧かない。そして二人は私の殺意に気づいたのか、私が帰ってくる前まではリビングでくつろぎ、帰宅してからは自室に戻るようになっていた。もう何なの。こんな生活が続くならもう二人ともいなくなっちゃえばいいのに。私は二人と口も聞かなくなりリビングで過ごし、姉はほとんど自室に引きこもっていた。兄は少々無神経なところがあったから普通に過ごしてはいたけれど、私は兄に対しても姉に対しても腹が立って仕方がなかった。そして私の感情はやがて消えた。
腹も立たない。どうせ姉は自室から出てこないし、どうでもよくなった。期待するのをやめたのだ。兄に対してもそうだ。一生懸命支えてやる必要はない。そう思ったら楽になった。でも私の苦労は絶えない。工事の音がうるさいのよ。もっと静かにやりなさいよ。しかしですね、この工事をしないと水道が。そんなの知ったこっちゃないのよ。まったく、あそこの長女はどうしちゃったのかね。ひろみさんはあんなにいい人なのに。本当にね、かわいそうよね。ひろみさん、姉は働かず生きているだけなのに、なぜか精神疾患になったようで、音に敏感になった。家の外で子供が遊んでいれば怒鳴り散らし、工事をしていればクレームをつける。その度私は周りから不憫に思われ同情された。正直私は同情なんて必要なかった。姉と兄が早く消えてくれれば楽になれるのに、そういつも思っていた。感情を捨てても嫌悪感は消えなかったのだ。だけどその姉のクレームはある日を境にパッタリと止んだ。私は良かったとしか思わなかった。深く考えなかった。苦労が一つ減った、そうとしか思わなかった。今思えばその時すでに姉は他界していたのだろう。なんか最近臭いね。そうだな、掃除しなくちゃな。兄とそんな会話をしていた時にはもしかしたらそう思った。以上で聴取は終わりです。お気をつけて。はい、ありがとうございました。正直うすうす気づいていた。だけど一人で勝手に死んで、どうして私がその処理までしてあげないといけないの。そう思ったの。何の苦労もなしに人に迷惑をかけて生きてきた姉、腐ってしまえ。そう思ったんだ。私間違ってるかな。はあ、いい天気。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。ミラミラ探偵団。